はい、おはようございます。今回の魚心の釣りから編はですが、カワハギを、狙う講座ということでね、カワハギ狙い講座ということで、この時期ねから美味しくなるカワハギを狙っていこうということでね、ちょっとやってみたいと思います。まあ釣り方も大雑把にざっくり2パターンね用意して説明解説いたしますので、皆様ご視聴よろしくお願いいたします。さあ、ほんなら早速やっちゃいますか。今日はね、まあ、そうすか、カワハギをやってみたいと思います。まずは、引きずりの方で。引きずりの時はね、まあちょっと固めの竿、これ、AX425 の波継ぎで、やっていきます。まあ、つなぎの方がトラブルも少なくてね、手返しもええんで、まあ竿1本しか出さんっていう性質上、まあ機動性もそこまでね悪くないと思うんで、これが3本4本でね出してたらちょっと機動性が悪くなりますけど、まあなければね、普通に振り出しのちょっと固めの振り出し、重りの負荷30号ぐらいは欲しいかな、引きずりの場合はを使ってやればええと思います。なぜ硬いのか言うたら、まあ円筒ができるっていうのが一つ、まあ広範囲探れるいうんと、まあこの感度いうかね、やっぱ硬い竿になればなるほどちょっと感度も良くなるんで、この感度でカワハギのこの微妙なあたりを捉えることができる。そして竿が硬いんで、フッキングもしっかり決まるというね。まあリールの方はまあ遠投できるリールやったら何でもいいです。ドラグはもうついとってもついてなくても心配ないです。ドラグ使うような大物が来るいう時はドラグ付きのリール使った方がええし、まあ必要ない、心配ないって思うんやったら、まあ普通のキス釣り用のリールでええと思います。ドラッグ機能なしので、今回 P1.5 号にナイロンが、これ4号から12号ですね、力糸がね、力糸が4号から12号15メートルナイロンです。まあ P にしてもええっすけどね、あんまりピンピンになってもいうような感じなんで、個人的に。はい、重りは高田のロケット天秤おなじみのこれ35号ですね。円筒をかまします。よいしょ。さあ、どうしようかな。これにちょっと、黄色の絞り玉つけようかな。黄色の絞り玉をつけてからの、まあちょっとこの、アクセントというか、アピールというかね、一つ。このカワハギ警戒心じゃないわ、好奇心の塊の魚なんで、一つここで重りにも、重りいうかこの天秤の上部にもこれ細工をしまして、まあ軽い細工ですけどね、でちょっとやってみたいと思います。はい、針の方はこれね、スピニング B、これがね8号2本より、まあ、40センチ、でここでサルカンで結んでやります。
8号2本より40センチので、単線これ20センチで、この枝張りがまあ7センチぐらいかな、にパイプがこれだいたい4センチぐらい、まあほんなら8センチぐらいか、枝数が8センチので、さらに単線、こっちはもう装飾ピンク系を用意しました。パールと赤の、赤いかピンクやな、蛍光玉に、これ針はスピニング B スペシャル12号かなです。黒いやつですね。まあ白い方でも全然ええですけどね。まあスピニング B を中心に、ガマカツスピニング B12 号を中心にやっていきてます。まあそんなにね、小さいに釣ったってしゃあないんで、ちょっと大物を狙いつつのでやっていきます。まあかからんかったらちょっと考えようかないう感じですね。はい、餌の方、餌青い染め、青五回、いろいろありますけど普通に青です。はい、青をつけます。もうつけ方はもうね、シンプルに、そんなに特に考えないです。もう一匹刺しです。しっかり頭から一匹刺してやってください。こき上げもしません、青は。で、枝の方には、はい、塩本虫、まあ本虫でもええですけどね。まあ今回ちょっと塩本虫で、本虫の方はしっかりこき上げてください。頭から刺して、抜きまして、糸通しまして、その間から刺して、胴体を通して、で、まあ針、これまあ最後1センチぐらい余そうかな、こんな感じですね。はい、ここ針です、頭です、こんな感じです。はい、じゃあこんな感じでやっていきましょう。あ、ちなみにハリスはこれ3号ですね。ハリス3号ミキートが8号よりは8号2本よりでやっております。全長で言うたらそうやな、1メーターないぐらいっすね。40、60、80、90、もう1メーターないぐらい、あんまり長すぎたら、カワハギ言うたら結構、まあ、仕掛けを短くすることで、当たりをこう、しっかり取ってやるっていうね、ことができるんで、これでやっております。まあ、とりあえず投げます。投げる方向、まあ、潮目に向かって投げたいんですけど、潮目がちょっと遠いんで、まあ、とりあえず正面向かって、遠投。着底するまでしっかりこう、今着底しました。まあ10メートルもないぐらいですけどね。まあこの冬場、まあ10メーターぐらいは欲しいですね、最低ね。で、まあちょっとこう、お、もう来た、はい、乗りました。乗ったけど何の魚やこれ。着底と同時に当たってきましたけど説明すらさせてくれんっていうね。さあ浮いてきました。何ですか、回ってきております。あー、餌取りさんですね。磯ベラいうか笹の葉ベラがいますね。どうしてもカワハギがおるところはね、こう岩が多いんで、それのためにこう仕掛けが短いとかね、
イオンもあったり、なんかすごいいっぱい釣れよるけどな。まだこれ何が釣れたんこれ。わお、これちょっと磯べらが多いな。ちょっと磯べら地域から脱出したいと思います。まあこういうね、磯べらいっぱいおるやないかとかいう時にね、すぐ移動できるような体勢をとっとってやった方がね、超過アップにつながると思います。まあ餌取りを積んよりますから、餌取りを釣るんはつきものですからね、こういう風にめげずに頑張っていきたいと思います。で、錆びくときもね、傷の錆びき方じゃなくて、ちょっとこう、仕掛けを浮かすように、ふわっと、ふわっという感じで、やってやった方が、魚の、アピールというか、あれがまた変わってくるんで。で、そこをずるずる這い寄ったら、ちょっとこう、やっぱりね、下りとか、多いエリアなんで、根掛かりもすぐしてしまういう。ことにもなるんで、基本回ってきたら磯べらっすね。うん、ですです。ちょっとああいうベラとかのね、回転する系、フグとかもそうですけどね、ハリスが傷みやすいんで、ちょっとよりとりのサルカンを一つここに入れたいと思います。これあんまり大きすぎても逆に魚のかかりが悪くなるんで、でこれ入れたらちょっと浮力浮かすために一つ、先ほどは下蛍光玉入れてなかったんですけど、仕掛けをなじますためにね、こう収容玉1個入れます。なら魚がかかっても回転しながら上がってきても大丈夫っちゅうやつっすね。着底と同時にすぐにこうね、糸を張ってやる。おるんかな。いや、おらん。ちょっと小さいんかな、相手が。当たりはあるんですけどね、それっぽい。もうカワハギの場合はね、引きずりの場合は早合わせでいいと思います。もうゴンゴンぐらいでもう餌やられると思うんで、ゴンゴンゴンで合わせましょう。ゴンで合わせたら早いし、ゴンゴンゴンで合わせたら遅いし、うん、めちゃめちゃちょっとめんどくさい魚ではあるんですけどね。よいしょ、乗った。今ゴンゴンで合わせました。
けどなんやろな、カモハギやったらええんすけどね。多いね、君多いね。カワハギの慈愛じゃないんかな。まあ群れの魚なんでね、一匹これ群れを見つけりゃねあれなんですけど。何匹釣れよんね、もう回ってきおるな。よいしょ。でもさっきみたいにこう寄り戻し入れたことによって、サルカン入れたことによってね、くるくる回ることはなくなったんで、ここでの糸揺れは解消することができました。お、なんか当たった。おっしゃ、乗った。ここも磯べら地獄やったらどうしようか思うでな。さあ何でしょう。おお、結構抵抗しよるな。結構抵抗しおります。さあ何が上がってくるんですかね。やったんじゃん。あ、ん、なんじゃこれ。あら、テンスです。テンスさんやりました。いやー、君じゃないんだよね。ちょっとベラと違うあたりしたけど、君じゃないんだよね。イラに似とるけどイラじゃない。綺麗な魚です。お、当たった。乗らんな。うん、餌やられとるな。あれやな、カワハギと人間の知恵比べやな、こりゃ間違いなくカワハギやと思うんやけどな。うん、もうね、これ餌やられてますね。尻尾の方だけかすめ取られるような感じっすね。ちょっと本虫の方はあんまりよろしくないな。ま、上のこの本虫を、まあ、本虫と青を両方つけてやってもいいかもからな。今日はちょっと青の方が反応ええみたいな感じなんで、ここでちょっと上の針に本虫こき上げの青で、これちょっとチャンスを増やしたいと思います。ちょっと水温が下がっとるけん、もしかしたらそこまで引きずりで終わんのかもわからんな。そういう時はやっぱ引きずりスタイルよりも、今ひったくっていったでさ。もう一回こんかな。
かおるんよね。かんな、乗らんな、張り替えた方がええんかな。ちょっと様子見やな。ちょっともう一頭やっていかなんだら張り替えます。お、来た来た来た。乗ってないな。なんだねさっきから。魚が小さいんかな。張り替えよね。綺麗にさやられとるやろう。ガンナもう一度やろうか。いいか、張り替えよ。乗らん。ちょっと12号では大きいんかもわからんな。餌まだついとるな。次にしよう。食い込ました方がええんかもわからんな。ちょっと当たりがあったら一回たるませてから糸フリーにして食い込みをよくしましょう。当たった。おー、当たじるな、当たじるな、なんやこれ。張り替えよ。乗らん。あんだけ待ってもダメですか。はい、綺麗にやられております。そうっすね。どの針がええっすかね。お、ええのがあった。ちょっと早掛けの鉢で様子見てみます。軸が細いんでどのサイズのカワハギでも食ってくると思います。乗りました。乗ったで。やっぱ針やな。針の大きさでここまで違うんかいうような。針をスピニング B12 号から早掛けの8号にした瞬間に魚がかかりました。さあ何の魚ですかね。まあほんまに釣りってこういうもんですからね。何ですかこれ。さっきのあたり全部点数やったん。そんなわけないやろ。せっかくなんか乗った思ったのにからもうがっくりやな。まあでも魚が連れてくるんは楽しいもので。
当たった当たった。乗った乗った。お、やったゲッツです。はい、このサイズっすね。います。結構手前で当たりましたね。この調子でバンバン釣っちゃいましょう。どうやら投げすぎ寄ったみたいですね。まあ、サイズの方は20センチぐらいありますね。20センチぐらいです。ナイスボディです。どうも今までのはカワハギでなかったみたいやな、その沖で釣りしょったやつは。今のは結構手前できたな。ちょっと手前を重点的に攻めてみたいと思います。針は多分これでいけると思いますので。さあ、通行人を一匹引っ掛けただけとかやめてよ。手前の下り際におるみたいな感じですね。来ました。お、これはなかなかのサイズじゃないですか。でかいですよ。さっきよりはサイズアップしとると思いますけど。なんや？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 よいしょー。あ、サイズアップか。なんか腹に引っかかってますけどね。はい、連発です。折ったらこんなもんです。サイズの方はこれも19センチぐらい。いるじゃん、いるじゃん。投げすぎよっただけやん。さあ、長きましたかな。ん？お、やった。よいしょ、3匹目。イエイ。まあこんな感じっすね。まあ、サイズの方もまあ19センチ、これもまあまあ。順調です。まあ引きずりの方はこんな感じっすね。まあしっかり遠近投げ分けて、遠中近ね投げ分けてから魚の居所をねしっかり探ってやってしたら釣れると思います。で、針のサイズもね、はじめ多分やっぱ針がちょっと大きすぎたんかもわからんですね。まあでかいしか狙わんっていう人やったらね、まあちょっとあのサイズから下げたくはないですけど、まあカワハギのサイズを見たい、またはねカワハギを食べたい、楽しみたいいう方々はね、まあ9号ぐらいから始めるんがおすすめでないかな思います。スピニング B 早掛けね、この辺の針使ってやったら間違いないと思います。はい、じゃあちょっとせっかくなんで沖竿の方の仕掛けもちょっと今から持っていきましょうかね。さあ、これでダブルパワーでどんだけ釣れるかやな。ちょっとやってみます。